どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、いつも通りの京急のね、駅のホームにいるわけなんですけども、本日もね、ANA ダイヤモンド市をやっていきたいと思います。ということで今ね、朝の9時ぐらいということで、本日のフライトはね11時50分ということで、ちょっとね早めに来ております。でですね、今 ANA のスイートラウンジのところにですね、テレキューブっていうんですかね、あのウェブの会議場みたいな、まあ、そういうものがね設置されているそうなので、ちょっとねそれをね体験したいなと思って、ちょっとね早めに来ております。で本日はですね、まあ今こちら羽田空港の駅のホームなんですけど、羽田空港から宮古島ですね、こちらを ANA のプレミアムクラスで行きたいと思います。こちらはですね、 ANA の感謝の日、これ何月だったかな、先月か先々月にセールありましたよね。まあこの今ね10月ということで、まあこの期間もねペアポイント2倍キャンペーンね、まあ来るだろうと思って、宮古島往復プレミアムクラスでね決済したらですね、なんと沖縄路線対象外ということで2倍にならないんですけども、まあ、今回ですね羽田空港から宮古島まで行きたいと思います。ということで早速ねチェックインだけして、そのテレキューブね見に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。わかりました。それではね、無事チェックインをして、こちらの、ね、テレキューブ、はい、お借りさせていただきました。ちょっとね中を拝見しつつ詳しいところをね話していきたいと思います。こちらね ANA のスイートラウンジですね、それの受付の隣にあるっていう風になっておりまして、 ANA スイートラウンジの受付で鍵を受け取って利用するっていった形になります。別の角度だとこんな感じですね。でこちらに防音保湿ブースっていうのがね記載があります。まあ、テレワークとかねウェブ会議なのに利用することができるという感じになります。ではね鍵をお借りして入っていきたいと思います。はい、中に入ってきました。かなりねコンパクトなテレブースっていう感じですね。ちょっとね画像 GoPro で撮ってますんでちょっと荒いかもしれないんですけども、まあ、これにね換気扇とかもついてて、ちゃんとねスプリンクラーとかもついてるんですね。でライトがあるっていう感じです。本当にねコンパクトな、まああれですかね、昔でいう電話ボックスのちょっと広くなったぐらいかな、はい、ちょっと大きいやつ昔ありましたけど、あれよりかはちっちゃいですね。でこんな感じでここにね電源のオンオフがあって、電気ですね、で AC があって LAN ケーブルがあるという感じになってます。で ANA のねランジということで ANA のね説明書きとか、あとねこちら綺麗に映るかな、こんな感じで、ご利用はね最大1時間ということで、1時間を超える場合は係員の方にね、声かけてくださいということで、でブース内の、ブース内はアナウンス聞こえませんということで乗り遅れ注意っていう感じですね。あとねここスイートラウンジの前にあって、まあ、ラウンジ内はね食べ物とかねお酒とかソフトドリンクありますけども、このブース内はね持ち込みはできないっていう形になっておりまして、またですねこのブース内ねあれなんですよね、室内、まあ、完全個室ルームになってるんですけども、マスクはねしてくださいという感じでした。いやね面白いです。まあこれねあの ANA スイートラウンジね入れる方であれば無料でね利用することができますので、まあね興味がある方はここでねウェブ会議とかねお仕事とか結構集中してできそうなのでいいのではないのかなと思います。まあこれね GoPro の映像になりますけども、まあここにねあのパソコンとか置いてですねウェブ会議すると、まあこういった感じでね話すことができる感じですね。まあ普通にね背景もね、まあ、そんなに、まあ、ちょっとドアのあれとか映ってますけども、まあこういうねこっち側とか、あ、じゃあ微妙だなまあ普通にねウェブ会議とかだったらね普通にできますし、まあ、コンセントとかもありますしね、パソコンもそのまま使えますしね、まあ、USB とかねちょっと正直あんのかなとか思ってたんですけど USB はないみたいなんですね。はい、こんな感じになってます。でこのね先ほどお見せしましたこちらの鍵、ちょっと高級感がありますけども、こ
ちらですね、まあ、こちらをね ANA スイートラウンジの入り口で受け取って利用するっていう感じですね。でこのブース自体ね3つあるんですけども、全部ね鍵かかってますんで、勝手にね利用したりすることはできません。 ANA のねスイートラウンジでちょっと使えますかっていう感じでね言っていただければ鍵ね渡していただけるっていった形になります。ということでちょっとね私これ楽しみにしてまして、どんな感じなんだろうなと思ってまして、ちょっと早めに来てね競争率高いだろうななんて思ってたら全然一つも使われてなかったですねまあそんな感じになっております。ちょっと足元ね最後見せてラウンジのね中の方ね行きたいと思います。せっかくなんでここであれしましょうかね、搭乗券見せておきましょうかね。はい、今回はこんな感じになってます。ANA 87便ですね。何時発？11時50分発の羽田宮古島行きです。でここで、ね、せっかくなんでね、ANA ダイヤモンド仕様ね今回これで利用させていただくわけなんですけども、ちょっとねカメラを変えましょうかね、せっかくなんでね。はい、ちょっとカメラ変えちゃいます。その前に足元ねお見せいたしましょう。ブースはね横から見るとこんな感じになっておりまして、そんなに広くないですよね。本当に一人掛けのソファーが一つあるっていった形になります。でもね座り心地とかはね本当にめちゃくちゃいいですね。はい、すごいふかふかで長時間座っててもね疲れなさそうですね。まあ1時間しかこのブースは利用できないんですけども、こんな感じになっております。ということでカメラね切り替えました。今回ですね ANA のダイヤモンド仕様ということで羽田空港から宮古島ですね、行きます。こんな感じになってまして、 ANA87 便ですね、11時50分発ですね。はい、ということで今回ですね、航空券がですね4万円ぐらいだったんですよね。ちょっとね詳しくはこれに、ね、出しておきますけども、片道4万円ぐらいだった気がしますね。まあ、冒頭にもね言いました通り、今回ね ANA のダイヤモンド仕様でこのね羽田から宮古島路線ね取りました。でスーパーバリュープレミアム28で取りまして、で片道がですね3700ぐらいなんですよね、プレミアムポイント。でまあ元々はですねこの航空券を抑えた時は2倍キャンペーンねやってたんですけども、10月がまだわからないっていう風になってまして、まあ大丈夫だろうと思って2倍キャンペーン来るだろうと発見したんですけども、なんとね沖縄路線対象外っていうのはね2倍キャンペーンね発表されましたよね。いやね本当に残念ですけども、ですんでまあ今回ね片道3700だったかな、ちょっと計算の表を見ましょう。羽田宮古島片道3295ということで、これね倍になってたら片道ね3200でそれの倍なんで、まあ、6000ちょいぐらい行きますよね。だから往復でね1万2000とか3000とかね、まあ、それくらいね、まあ、行けるはずだったんですけど、ちょっと残念ながらね2倍キャンペーン対象外ということで、まあ、今回ね普通にプレミアムポイント2倍ではなくですね、ただ羽田から宮古島に行くっていう感じですね。まあまあまあでも今回ですねちょっと現地でね一泊しますんで、小旅行みたいな感じでね、行きたいなと思っております。まあ、今回のこの動画ではですね羽田から宮古島のプレミアムクラスということでお届けねしていきたいと思います。ということでこのテレブースね、テレキューブか、はい、非常にいいですね。これねいいんじゃないですか、 YouTuber の方、まあ、自由にね防音されてるんで自由にね喋れるっていうのはいいですよね。やっぱりねラウンジの中とかだとですね撮影自体はね別に ANA の方はね他の人映んなかったら別にいいですよって言ってくれるんですけど、まあラウンジ内でね一人で喋ってるってまあまあ目立ちますんでね私も結構喋ってますけど、まあ、結構目立ってますしね、ちょっと気まずい部分もありますんで、まあ、ここのねテレキューブであればねもう思いっきりねまあ、大声っていうわけじゃないですけどね普通にこうやって喋る分にはね全然問題ないので、ぜひね気になる方はですねちょっと ANA スイートラウンジ入れる方っていう風になりますんで、まあ、ダイヤモンドメンバーの方にはなりますけども、ぜひね利用してみていただければなと思います。まあ結構狭いんでね仕事とかねすごい集中できそうな気がしますけども、まあ、ここはねゆっくりする場所じゃないんでね、まあ、そこだけね注意していただければなと思います。ということで今ね9時半になりましたので搭乗が11時50分ということで結構ありますね。いやーここねめっちゃ待つと思ってたんですけど全然でしたね。いやーねいいですね。ちょっと私もねせっかくここをお借りして、まだね20分ぐらいしか経ってないので40分ぐらいねここでねパソコン作業ねしたいと思います。今回ねプレミアムクラスなのでちょっとねあんまりね食べないようにしていきたいと思います。ということで
個いただいて、朝から、ね、何も食べてない。お腹空いてます。ということでスイートラウンジ出ました。これからね58万ゲートということで行きたいと思います。それではですね、搭乗ゲート着きました。今回は宮古島行き11時50分発ですね。搭乗ゲート着いたらですね、搭乗開始しておりましたので、私はグループ4番ということで、もうしばらく待ちたいと思います。ということで、もう間もなくですね搭乗となります。今日ね羽田空港ね朝9時ぐらいに着いたんですけど、すごい人ですね。いや本当にね、着いてねこんなに人がいてね、本当に嬉しいですね。はい、めちゃくちゃね活気がある感じで、今もねすごいたくさんの方がねいらっしゃいます。こんな感じのね人の賑いになってね、非常に嬉しいですね。ということで、もうしばらくしたら登場していきたいと思います。ということで、うちね、搭乗いたしました。今回 2A という座席で、ボーイング 767-300 ですね。こちらで宮古島までね、楽しんでいきたいと思います。でですね、今回はプレミアムクラスということで、スリッパとね、イヤホン。ね、こちらね、安全の修理ですね。ボーイング 767-300 です。でですね、足元がこんな感じになってます。いや、かなり広いですね。広いです。はい。で、こちらにね、リクライニングのボタンがあります。ちょっとね、年季が入ってますね。ボーイング767ということで。で、こちらにね、イヤホンジャックがあります。でですね、反対側のこちらにテーブルがセットされております。こういった感じですね。で、モニターはね、ありません。モニターなしですね。奥のね、あのモニターを見る感じになります。でですね、2A ということで、窓側になっております。窓もね、2つ楽しむことができます。まあ、プレミアムクラスということでね、はい、さえもかなり広々ですね。宮古島まで行きたいと思います。いや、いいですね、この長距離路線でのプレミアムクラス、やっぱりいいですね。では楽しんでいきたいと思います。ということで、宮古島まで楽しみたいと思います。いや、今回ねプレミアムクラスということで、食事もね出ると思いますので、そちらもねお見せできればなと思います。それではね、2時間ぐらいのフライトですかね、ちょっと時間見てなかったんですけど、フライトね楽しみたいと思います。で、ね、ちょっとね今シートをね限界までね倒してみたんですけど、めちゃくちゃ倒れるんですね。めちゃくちゃ手だな、私の個人的感想なんですけど、結構倒れるんですよね。まあ、今からね、今回プレミアム
クラスということで食事が出るんですけども、いや寝ようと思ったらね、かなりぐっすりね寝れそうですね、うん、でフットレストとかもね上がるようになってるんで、かなりねゆっくりできるのではないでしょうか。いやいいですね、このままちょっと寝たいですね。それでは、ね、もうしばらくね食事まで待ちたいと思います。それでは食事がね運ばれてきました。で今回のメニューはねこんな感じになってます。はい、まあ、お見せした方が分かりやすいですね。こんな感じ、非常に美味しそうですね。あとこちらですね、はい、こちらもねめちゃくちゃ美味しそうですね。はい、あとねお味噌汁という感じですね。あんまり私はね機内で注文しないんですけど、今回ねちょっと緊急事態宣言が解除されましたので、スパークリングワインを注文させていただきました。
それでは宮古島空港到着しました。やっぱりね、プレミアムクラスのね、フライト本当にいいですね。本当にゆっくりね、来ることができますね。ということで飛行機が止まるまでね、もうしばらく待ちたいと思います。でですね、今回に限ってはちょっとね、最後のね、締めの部分なんですけども、次のね、ホテルに行ってからね、撮影したいと思いますので、この点ね、ご了承いただければなと思います。それではね、飛行機止まるまでもうしばらくね、待ちたいと思います。ということで、ホテルの方にね、到着いたしました。まあ実はですね、ホテルに到着して翌日になっているわけなんですけども、今回ですね、ANA のね、ダイヤモンド仕様で羽田から宮古島までね、来ました。でですね、ちょっとね、機内でね、お話しする時間がなかったんですけども、またですね、ありがたいことにですね、私ね、機内でカメラ回して、パシャパシャね、撮影してましたら、CA の方からですね、はい、またいただいてしまいました。こんな感じで、いや非常にありがたいですね。まあ、今回はですね、お手洗いにね行ったタイミングで、カメラ回してるんで、なんかされてるんですかって言った形でね、お声掛けいただいて、あ、僕実は YouTube やってますみたいな感じで、話したらですね、その方はね、すごい YouTube が好きみたいで、結構いろいろ見られてるみたいなんですよね。で、私のことはですね、存じてなかったみたいなんですけど、ちょっとね、チャンネル名教えてくださいみたいな感じで、お教えさせていただいたんですよね。非常にね、ありがたいですよね。で、降りる時にですね、よかったらどうぞということで、こんな感じでいただいてしまいました。いやね、かなり嬉しいです。はい、ということで、ちょっとね、皆さんと一緒に中見ていきたいと思います。あ、いいですね、搭乗証明書ね、いただいております。いや非常に嬉しい、ありがたいですね。自分からね、なかなか私ね、搭乗証明書くださいとか言えないんで、はい、非常に嬉しいです。こちらいただきました。あと、耳楽スラマスク、マスクいただきました。わあ嬉しい。なんかちょっと高そうなマスクいただきました。しかもこれ、なんとね、後ろには ANA のケアプロミス書いてありますね。これ ANA が一緒に協賛かなんかしてるやつなんですかね。いや嬉しい。できればね、 ANA のロゴとかね、欲しかったですけど、ロゴは入ってなそうですね。はい、続きまして、あと ANA のね、普通の機内のマスクいただきました。あとティッシュネピアのティッシュいただきました。それとあー、これ嬉しい、飛行機風船。はい、うちにもですね、フライングホールの飛行機風船ね、たくさんあるんで、いやー、これ一緒に飾らせていただきたいと思います。いやー嬉しいですね。ちょっと広げるのが楽しみになりますね。はい、これ多分ね、私の動画の自宅の背景に飾られると思いますんで。あと、あー嬉しい、アイマスク。もうね、国際線に全然乗ってないんで、アイマスクもね、持ってないんですよ私。ありがたいです。はい、これと、わあすごい、いやー嬉しい、ポストカード、いやー嬉しいですね。ちょっと全部一緒に見せれるかな。はい、こんな感じになってまして、どうでしょう。はい、いやー嬉しいですね。これはボーイング 787-9、 いやー嬉しいですね。それと、あ、これはボーイング 777-300ウィズ富士山ですね。いやかっこいい。あとボーイング 777-200-300-787-9、 こちらはスターウォーズジェットですね。いやー嬉しいですね。これも何回かね、乗ったことあるんですけど、これもいいですよ。はい、多分どっかの動画に登場してるはず。こんな感じになってます。いや嬉しいですね。あと何か入ってるの、あ、まだ何か入ってる。わ、懐かしい、これ ANA のマウスウォッシュ。はい、いつも国際線の時にね、使ってました。いや嬉しいですね。お、あと ANA のトランプ、いやこれね、欲しかったんですよ。これどうやったらもらえるんだろうってずっと思ってたんですけど、こうか。はい、 ANA のトランプもいただいちゃいました。いや嬉しいいやこれ嬉しいですね。いやこれは記念撮っておきましょう。東京2020の、はい、トランプです。 ANA との
ちゃんとね飛行機が書いてある、こんな感じでトランプになってるんですね。いや非常にありがたいですね。といった感じでですね、今回もですね、まあ、機内でねカメラを回してたらこういった感じでねお声掛けいただいて、いや本当にありがたい限りですね。こんなねいろんなプレゼントもいただいて本当にね嬉しいですね。いやということでね、こんなにいただいちゃって本当に嬉しいですよね。まあ、カメラでねいろいろ撮ってたら、まあ、今回声かけていただいたっていった形で、いや本当にねやっててよかったなっていうふうに思いますね。ということで今回ね ANA のダイヤモンド仕様ということで羽田から宮古島路線ですね利用させていただきました。本当にねこの ANA のダイヤモンド仕様っていうこの動画は本当に行くだけみたいな感じのね動画になっておりまして、本当に見ていただいて本当にありがとうございます。まあ個人的にはねこの仕様っていうのはすごい好きなんですけども、まあなんていうんですかね、やはり今はね国内線でやっている部分もありますんで、まあ、なかなかね見ていてねワクワクするような映像とかねあんまりないかもしれないんですけども、今ねちょうど今回の宮古島でだいたい7万ぐらいまでね到達するのかな、プレーンポイント、あとね3万プレーンポイントぐらいだと思いますんで、 ANA ダイヤモンド仕様ねこれからもやっていきますので、よかったらねご視聴していただければなと思います。でですねちょっと一個言い忘れてたんですけども、宮古島の空港ですね、空港のカウンターでですね接触済みの証明書、あと陰性証明書もいいのかな、多分そこら辺も OK だと思うんですけども、そちらとですね身分証を見せるとですね、宮古島の空港でねちょっと私ねお財布に入れてちょっと曲がっちゃったんですけど、こんな感じで、500円のねクーポンがいただけるんですよね。これねぜひね宮古島行かれる方ぜひねチェックしてみてください。公式サイトね概要欄に載せておきますので、これ帰りのね空港とかでお土産でね使えるかなっていうふうに思いますので、まあ、500円のねクーポンいただけますんで、ぜひねもらってお土産とかにね利用していただければなと思います。私もねツイッターの友人の方にね、教えていただいたんですけども、いや非常にいいですよね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。